皆さんこんにちは、テマーショルガン奏者のコジコジモヘチです。それではテマーショルガンを作るプロジェクトのエピソード9、始めていきたいと思います。今回の動画はクランクシャフトを作る動画の、完成版ですね。はい、では行きましょう。早速なんですけども、今工程表的にはこの辺ですね、ちょうど半分ぐらいかな。まあ予定のスピードよりはちょっと時間かかっていますけども、ようやくここまで来ました。そして完成したクランクシャフトがこちらになります。今回はこういったものを頑張って作っていました。まあこれはまあ何かっていうと、まあクランクシャフトって言われているものなんですけども、ハンドルを回してこれとフィーゴがくっついて、フィーゴを動かすためのところですね。かつこれにはすごい重要な役割が他にもあって、ここに今ちょっとシリコンのゴムチューブがついていて、まあ滑り止め的になってるんですけど、ブックをね読み取るための場所でもあったりします。紙送りっていうんですかね。なのですごく大事な部分なので、まあ納得いくまで何回も作り直したりして作りました。今回の動画はこれプロトタイプの6個目かな、7つ目かな、ちょっともう数忘れちゃうぐらい作り直したんですけども、それができるまでの工程を Vlog 的に作ってみましたので、お楽しみいただけたら嬉しいです。今ここは動画に撮っとこうかなっていうところを思いついたら動画を回して後で合体して作っているので、もしかしたら一部分いきなりここからここに飛んでいたりとか、ちょっと見にくいところもあるかもしれませんが、あ、こういうことをやりながらこのパーツを作ってるんだなっていうのを、まあ、楽しんでもらえたらいいなと思って作っておりますので、楽しんでいただけたら幸いです。それではお楽しみください。どうぞ。はい、それではクランクシャフト作りの2日目ですかね、バージョン2、プロトタイプ2を作っていこうと思います。前回の反省を生かしてちょっとシャフトの部分をちょっと設計し直しております。こっちのこれが、プロトタイプ1で使ったやつですね。でこれがその今設計図で書いたやつを書き出したものなんですけども、まあ、実際こうね作ってみるとやっぱりこううまくいかないことが多いんですよね。まあ、これはなんでこういう形にしたかっていうと、まあ、ものづくりとか勘がいい人はわかると思うんですが、まあ、例えばこうやってパイプを差し込んだ後、こっち側を何かネジとかで挟み込んで、ここをねこうギュッと挟み込むことによってしっかり締まるかなと思ったんですが、意外としっかり締めても空回りしちゃったんですよ。でちょっとグリップ力はないなっていうのが判明したので、作り方をいろいろ今変えながら作っています。で次に思いついたアイディアっていうのが、このパイプを差し込んだ後にこう何て言うんですか、先っぽがこういう尖ったネジっていうんですかね、そういうのでグッと押さえつけて材を固定する方法、まあ、それも悪くはなかったけどちょっと強度的に問題があったので、今プロトタイプ3を作ろうとしております。プロトタイプ3は多分うまくいくような気がしてて、2つ今アイディアがあるんですよね。ちょっと分かりにくいと思うんですけど、ここにゴムシートを薄い1ミリぐらいのやつを貼って、この中に貼ってそこにパイプを差し込む、そうするとまあゴムのグリップと相まってうまくいくかなと思っていたり、芋ネジを使ってねここをちょっと一面だけフラットにして、そこに引っかかるように芋ネジを作ってはめてみようかなとか思ってます。ちょっと口で説明していてもよくわからないと思うので、早速設計して作っていきたいと思います。行ってみましょう。はい、ちょっと設計図を書き直しました。ちょっとこれウサギっぽく見えて可愛いやつですよね。ちょっとこの頭のところを斜めのキュッてなった時に綺麗に閉じれるように斜めにスリットを入れたのと、中のパイプのシャフトが7ミリなんですけど、1ミリ厚のゴムシートを挟むので左右に1ミリずつ足して9ミリの穴に変更しました。これでうまくいきますように。じゃあちょっとレーザーカッターで切っていきます。はい、今パーツが切り出せました。少しね前回のパーツと形が変わりました。こんな風になりましたね。よりこうスリムになりましたが、はい、今回はこの今切り出してみたんですけど、ゴムシートを例えばここの、はい、ここの輪っかのところに入れて、そこにさらにアルミパイプを差し込んでグリップ力を増した状態でここをグッとネジで締めたら、これが結構固定されるんじゃないのかなっていうイメージしてみて作ってみました。じゃあやっていってみましょう。きっとこれはうまくいく気がする。行ってみます。
はい、やってみました。もう見た目とアイディアはすごく素晴らしくて、これ絶対うまくいくだろうと思ったんだけど、ダメでしたね。やっぱりここはくるくる回っちゃいますね。でちょっとこのクランプでこうグッてできるだけ締めてみてたんですけど、やりすぎちゃって割れちゃいました。なので、まあ、このプランはダメなのか、ここの間に挟むゴムの素材が違えばまた違うのかもしれないですね。これはちょっとまあ滑りやすいゴムではあるので、シリコンチューブも買ってあるので、シリコンチューブでちょっと同じような実験をしてみようかと思います。頑張ります。はい、プロトタイプ3を作ってきました。何が違ってるかっていうと、今度はここのアルミのここがシリコンチューブに変わりました。でシリコンチューブの外形に合わせて、はい、カットしてきたんですけども、ここで一つまたひらめきました。おー何がって感じですけど、さっきグリップ力の問題で空回りするのはどっちなのかなと思って、例えば今片手でカメラを持ってるのでなかなか説明しにくいんですけど、こう挟んでギュッて締めた状態でこの空回りしちゃうのはどっちなんだろうと思って、シリコンチューブごと空回りしてるのか、シリコンチューブの中に入ってるアルミパイプだけがスリップしてしまってるのかっていうのを見てたら、このシリコンチューブ自体はやっぱグリップ力がすごいあるので、それは空回りしないんですよね。結局空回りするのはこのアルミの棒だけっていうことなので、ということはアルミの棒とこのシリコンチューブをもう接着剤でもう固定させてしまえば結構動かなくなるんじゃないのかなとちょっと思いまして、一回ちょっとこれを接着剤で固定してみてやってみようかと思います。これでうまくいくような気がする。行ってみましょう。頑張ります。はい、ひとまず家にあった100円ショップに売ってたこの瞬間接着剤を使って今ここに固定してみてます。もうすぐ乾くと思うんですけども、一応もうちょっと時間を見てからテストしてみようと思います。果たしてどうなるでしょう。はい、今このシリコンチューブをつけたやつで仮にクランプで固定してるんですけど、来たかもしれない。これかなりいいかも。今ちょっと軽く回してみたんですけど、めっちゃ硬いし動かない。これだ。来たぞ。いや、しかし多分クランプもうちょっと締めるとパキッて割れちゃうと思うので、もうちょっとサイズ感とか全体的に1ミリずつ肉厚を増した方が安心かもしれないけど、これだ。ひとまずこれでかなりいい感じにできる気がする。いや、やっとここできてちょっとアイデアをひらめきましたね。じゃあちょっとこれをクランプじゃなくて実際のネジ穴を開けて締めてちょっと作っていってみようかと思います。今回はこのプランでちょっと作ってみます。頑張ります。はい、予定通り2ミリピッチのネジで締めてみました。いい感じのグリップ力がちゃんと維持されてます。まあ、ここの今穴が開いてるのは本当は穴が開いてないやつを使いますけど、材料代もバカにならないので、いっぱいねこう失敗したい穴を開けた後もいっぱいありますけども、はい、このパターンでちょっと一回作ってみようかと思います。これはかなりいいんじゃないかな。はい、ただネジがねまだないので、ホームセンターに行ってこれから買いに行ってきたいと思います。今日はモナカは我慢しましょう。はい、では行ってきます。はい、ここまでできました。途中の今回は作ってる過程はちょっと省いちゃったんですけど、どうでしょう、結構いい感じじゃないですかね。だと思ってます。結構クオリティ高く作れたんじゃないかなと、そして精度も高いと思います。これを実際の、楽器に取り付けてみたいと思います。きっとうまく動作してくれることでしょう。行きましょう。はい、手回しオルガン作り頑張っております。クランクシャフト作り編もいよいよ終わりが近づいてきたかなと思います。ここまでいろいろな形を変えたりしながら、作ってきましたけども、やっとこういう形で今回は行ってみようっていうのが見えたので、はい、あとはハンドルをつけて多分完成になるでしょう。ここに来てすごい発見をしたんですけども、できるだけあまり真似にならないように、私が普段使っている手回しオルガンは中の構造をあまり見ないように、まあ、もちろん勉強のために少しは見てるんですけど、あんまり影響を受けすぎないようにしてたんです。でもここに来てここはどうやってるのかなと思ってちょっと見てみたら、すごいヒントがありました。これは楽器を作ってないとへーって思うぐらいなんと思うんですけど、クランクシャフトってこう、こっち側にも支えが、例えばこれ取っちゃったパーツなんですけど、
こことここの軸が支えがあって、こっちとこっちにもあるものがあるのが普通だと思ってたんですよ。だからこっちと同じような感じが反対側にもあるようなイメージだったんですよね。ところがこっち側、それがあると反対側ね、あの壁が、あのハンドルをつけるからいいんですけど、こっち側は何もないフラットな場所なんですよ。だから出っ張ってると軸が邪魔だなと思ったんですけど、私の使ってるオルガンはなんとですね、今それを模倣してるんですけど、こっち側はもう支えがないっていうね、もうここだけ支えてて、こっち側はこうない状態っていうんですかね。なるほどと思いました。でもこれで支えられるのかなと思ったんですけど、いざこうハンドル回してみたら、あ、意外と平気だっていうのに気づきまして、そうすれば確かにここの面はフラットにできるなと、目から鱗な発見でございました。じゃあちょっとあと、今はねこうやってここを軸を回してやってますけども、ハンドル部分をちょっと作って、それの動作チェックをしてみて、いよいよクランクハンドル編が完成になるかなと思います。一応ここに材料を買ってあるので、あと接着して組み立てていってみようと思います。頑張りましょう。はい、そしてクランクシャフトに使うこういうワッシャーみたいなやつをちょっと木で作ってみました。これを間に挟んでいってみようかと思います。なんか美味しそうな色合いにこんがり焼けていい感じですよね。はい、じゃあ行ってみましょう。ちなみにこのワッシャーはどこに使うかっていうと、今ここもちょっとつけちゃってますけど、全ての間に挟もうかなと思ってます。このシャフトの、こういうところですね、ちょっとスペーサー的な役割を作ろうかなと思ってます。今だとこっちのクランクがこうグニャグニャっていうんですかね、ちょっと余裕がありすぎて作っちゃったので、この左右の幅に固定しない程度にこの動きを制御するためのワッシャーを挟めたらいいなと思って作ってみました。じゃあ行ってみましょう。頑張ります。はい、今のところこの簡易的なちょっとハンドルをつけて組み立ててみました。いろいろちょっと問題点はまだあるんですけども、今の動作してる感じはこんな感じです。一応ハンドルを回すとこんな風に不意音とかがね連動して動くようになりました。まあ、今ちょっと取れちゃいましたけど、まあ、今仮付けなのでまあ大丈夫です。でやっぱりちょっと作ってみて気になるのが、こういうつなぎ目のところの強度ですね。グリップ力はこのシリコンゴムチューブを挟み込むことによって結構いい感じに改善されたんですけど、でもやっぱりもうちょっとこうダイレクトに力が加わらないと厳しいなという感じですね。まあ、今回はその製作キットを目的に作ってるので、なかなか穴開け作業とか専門の道具はないと作れないようにしたくはないんですけど、やっぱりここは穴を貫通させて何かピンとかで止めた方がやっぱ安定するし、その方がいいかなともちょっと思ったりしてます。ただまあ一旦これはこういう感じで一応寸法は取れたので、クランクハンドルはこんな感じにしときましょうかね。この持ち手のところはもうちょっとこれからいろいろ木のハンドルを作っていこうかなと思っています。ひとまずこのクランクシャフトの構造っていうんですかね、仕組みとかまでは一旦これで終わりにして、次のステップに進めていこうと思います。次のステップはいよいよここにトラッカーっていうね、あのリードボックスとかが入ってる、そこをくっつけられるように設計してみようか、この上に押さえも作らないといけないんですけど、そっちを計算するかどっちを作るか迷っておりますけども、頑張っていきたいと思います。きっといいものができると思いますので、頑張っていきたいと思います。ブック作りも並行して頑張りたいと思いますので、もしよかったら応援していただけると嬉しいです。では引き続き頑張っていきたいと思います。また会いましょう。バイバイ。はい、ちょっと動画終わろうと思ったんですけど、今試行錯誤してたらこうやったらいいんじゃないのかなっていう方法を見つけました。っていうか分かっちゃいました。すごい気づきました。いや、こう自分でね、自分をこう褒めてあげて伸ばしてあげるタイプです。何が言いたいかっていうと、ここの部分がいつもすごく弱くて課題だったんですよ。今どんな状態かっていうと、ハンドルを回すとまあフラフラしやすいって分かりますかね。まあ、もちろん今上から押さえてないからっていうのももちろんあるんですけど、仮にこう押さえてたとしても、この支えている場所が点っていうんですかね、こう例えばやっぱ点で1ポイントで支えてると
こう視点がぶれやすいじゃないですか。でもこれが、まあ、2点だったりとか、この支える面積が例えばね、例えばこう1点ではなくてこう面になればなるほどブレってすごく減ると思うんですよ。っていうことは、ここの今支えている部分がこの 5.5 ミリの板1枚だけなんですよ。だからダメだったんですね。例えばこれがもう1個ここにつけて、これで11ミリなのかな。そうするとここの支える面積が増えるので、今さっきちょっと仮組みで固定してやってみたら、これがやっぱ動きにくくなるんですよね。まあそれはそうなんですけど、だからここの部分はやっぱり大事な駆動部分なので、まあ板厚をもっと厚いものにするか、こう二重構成にして、しっかり固定できるように作ろうかなと思います。これだ、来た。これでちょっとクランクシャフト編終わろうかと思ったんですけど、動画にするかどうかは分かりませんけども、ちょっとずつこの辺もちょっと改良を加えながらやっていこうかなと思います。まあ今回はこの制作キットとして作ってるのあれなんですけど、ゆくゆくいろいろ頭の中の構成ではこういうところのベアリングが入ってるベアリングの受けとか、ちゃんとそういうのを使って仕上げたいなと思っています。でもちょっと突破口が見えてきた気がする。きっといいものができるんじゃないかなと思います。そう思えてるうちはきっといいものができると思うので、引き続き頑張っていきたいと思いますので、応援していただけたら嬉しいです。はい、もう何回も今日はこれで終わろうと思いつつ考えていたら、また新しいひらめきを浮かびました。今までこのアルミのパイプがこの挟んでるクランプで空回りしちゃって滑っちゃう問題があったんですよ。このパイプがグッて力が加わると空回りしちゃってずれちゃうっていうね、それを防ぐためにこのシリコンチューブを相手に挟んでグリップ力ができるようにできたらいいかなと思ったんですよね。まあそれも考え方としては悪くなかったし、ネジでこう締め付けるやり方っていうのは悪くなかったんですけど、てかもっとシンプルにこうやればよかったんだっていうのを思いつきました。思いつきましたってほどではないんですけど、そりゃそうだよなっていう、なんで今まで気づかなかったんだろうって思いました。これわかりますかね。ちょっと今実験でやってみたのであれなんですけど、このアルミ棒が結局のところ平らでツルツルだったんですよね。そりゃ滑るよっていう感じですよね。で今ペンチで強引にこの傷をつけて、引っかかるような滑り止めを作ったんですよ。でこれでさっきのクランプにかましてみたら全然滑らなかったっていう、すっごくシンプルながら結局はこういうところが大事なんだなと思いました。でまだこのちょっとクランプ作り終わりにしようかと思ったんですけど、結構この方法でもっとシンプルに作りやすくいい方法ができると思うので、ちょっともうワンパートだけちょっと動画コーナー作ってみたいと思います。ちょっと長くなってしまいましたけど、やっぱりいいものを作りたいので頑張っていきたいと思います。頑張ります。はい、実験は超大成功です。これだ、ふっときました。やっとできたかもしれない。これが一番右からこの今回のこのクランクシャフトを作るための、試作品ですね。一番最初はこのなんていうの、ハッピーターンみたいな食べ物で例えてなんですけど、ハッピーターンみたいな形状のここから来て両サイドで挟み込めるウサギみたいなタイプになって、その両端の形と内径をねちょっと変えたりしました。で間にシリコンチューブを挟んでいいかなと思ったんですけど、うまくいかなくて、で行き着く最大こ口が回らない、今のところ行き着いたのはこれですね。いや、なんか無駄が削ぎ落とされて究極な形になったって感じがします。これはまあ何が違うかっていうと、今までは外側で締めて固定してたんですけど、そうするとやっぱり横なんていうんですかね、この円周の幅がでかくなってしまうんですよね。必要なのはこの支柱が立ってる部分の円形なのに、その外側にあるのはちょっと無駄だなと思って、じゃあ内側に畳めばいいじゃんって逆転の発想で考えてみたら意外とできるじゃんってなりました。そしてロックの固定の仕方が、一番最新の行き着いたところは随分変わりましたね。その一段階前はシリコンチューブで固定してたのが、このねかしめの部分っていうんですかね、このアルミのチューブをペンチで先っぽをちょっとギザギザに潰して
引っかかるようにして、それをクランプで締めるっていう形に行き着きました。でも一番手応えがあります。これで組み立てていこうかと思います。やった、やっとできました。でもこうやってね、今まで作ってきたパーツも、これから作るパーツもどうやったらもっと良くなるかなっていうのを、アイディアを組み合わせて、アイディアの結晶で最終的な一つの楽器に組み立ててみたいと思います。はい、クランクシャフト周りのパーツを全てデザインも一新して、一番最新のこれでいけるんじゃないのかなっていうものでちょっと作り直してみました。ではこれを実際にアルミ棒に組み込んで、クランクシャフトにして、ここに組み込んでみたいと思います。うまくいきますように。この動画が完結編になりますように。では行ってみます。はい、皆様ついにできました。先ほどレーザーカッターとかで作り出したパーツを、全て組み立ててみました。はい、こんな感じになりました。今までのものよりもかなり精度がよくできているので、前回の動画ではキーキー音が鳴っていたんですけど、シャフトのキーキー音もしなくなりました。ではちょっと早速つけてみたいと思います。まだね、このクランクシャフトを上からこう支える、しっかり固定するパーツが届いてないので、まだ完全に軸を固定できないんですけど、すごくいい感じだと思います。じゃあちょっとずつつけていきましょう。でいつもながら片手でね、こう持ちながらやるのはすごく難しいですね。はい、フィーゴにつきました。いや、ここまで長かった。何回もこうやっぱ失敗しながらね、ちょっとずつ改善ポイントを見つけて作ってきました。はい、入りました。これでハンドルを回せば動きます。ちょっと回してみましょう。今こんな感じです。すごい音が滑らかだと思いませんか。ちょっともう一回いきます。はい、とても綺麗な感じにできてるんじゃないかなと思います。そして無駄もできるだけ省いたシンプルなデザインにしたので、見た目のもかなりスタイリッシュにできたんじゃないかなと思います。はい、じゃあこれでやっとクランクシャフト編は終わりにしましょう。やっとこれで次のステップに行くことができます。頑張りたいと思います。ではクランクシャフト編、動画ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。こんな工程を経て、このクランクシャフトが生まれたんですね。やっぱりこう最初の頭の中のイメージでは、こういう風に作ったらいいんじゃないのかなっていうのをまず想定して作ってみるんですけども、やっぱりこう実際の頭の中の想定と実際に形にしてみた時の想定で、こうなんていうんですかね、例えばこの部分だったら、この回転させるためのこう力が加わるじゃないですか。でその時の強度まではやっぱりこういうものを作るの初めてなので、こう経験としてわからないんですよね。なのでやっぱりプロトタイプ1を作ってみて気づいたこととか、ここをもっとこうしないといけないんだなっていうところをプロトタイプ2に生かしてっていうのを繰り返していって、どん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 いいものを作っていっております。はい、まだまだね、多分このクランクシャフトにこだわっていたら、もうちょっともっともっと多分プロトタイプ10いくつまで続くと思うんですけども、ひとまずここで納得できるものができたので、次の工程に移りたいと思います。はい、まだね、工程表でいうと真ん中辺なので、まだこのままずっと頑張っていかないと終わらないのでね。ただ私はこうやるって決めたことと、まあ今これ本気モードで作ってるので、まあ完成は絶対させたいと思います。今ちょっと噛んでしまいましたけど。なので、もしこのテマーショルガン作り、私の演奏動画をね、きっかけにこう、チャンネル登録をしてくれたり、動画を見てくださっている方も多いと思うんですけども、まあ演奏してる楽器の仕組みとかもわかるし、まあ、こういうものづくりとかがね、好きな方もいたら、引き続きこのテマーショルガン作りの動画も作っていきたいと思いますので、楽しんでいただけたら嬉しいです。そしてつい先日ね、日向坂46の5枚目の新しい新曲の君しか勝たんっていう曲の、ブックを頑張って作りました。まあ、それもね、すごい頑張って作ったので、皆さんからの反応があってとても嬉しいし、やっぱりすごい励みになるし、やっぱ作ってよかったなってその時やっと思えますね。作ってる時は途中でこう、なんで頑張ってんだろうってなっちゃう時もあるんですよ、正直。でもやっぱりこう一番最初はやっぱり純粋にこう自分も楽しいし、楽しんでもらいたいなっていう気持ちで作ってるので、完成した動画を公開していろんな人からの反応を見て、やっぱ頑張って作ってよかったなっていう気持ちになります。
この手回しオルガンをね作るプロジェクトも一番最初のいろんな人にこの手回しオルガンという楽器を楽しんでもらいたいなっていう目標はもちろん忘れずにあるんですけども、やっぱり途中でね、ああなんで頑張ってんだろうなとか、これ本当に喜んでもらえるのかなって思っちゃう時もあるんですけども、まあ、絶対こう面白いと思うので、完成したらきっとたくさんの方に楽しんでもらえるんじゃないのかなと思って頑張っています。もしこの動画とかをね見て、あなんか面白そうだなとか、こう完成まで頑張ってほしいなと思っていただけた方いたら、ぜひチャンネル登録とか引き続き応援していただけると嬉しいです。コメントもね一つ一つコメント返しできない時もあるんですけども、大切に読ませていただいておりますし、すごく励みになっております。もしこのクランクシャフト編の動画も楽しんでもらえたら、よかったら感想コメントとか応援コメントとかいただけると非常に喜びますので、よろしくお願いいたします。それでは、クランクシャフト編の動画はこのくらいにしておきたいと思います。また演奏動画もブック作りも頑張って作っていきたいと思いますので、また演奏動画や、この手回しオルガン作りの、引き続きの動画も楽しんでいただけると嬉しいです。それでは皆さんもどうか体に気をつけてお過ごしください。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。